やばい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 、なんと私たった今 MBTI で振られました。ちょっと待って、もうどういう状況？私ね、結構前から連絡取ってた人がいたので、今回会うのが2回目なんだけど、たった今までデート行ってて、でさ、デートしてる時に MBTI なんですかって言われて答えたら、その瞬間なんか振られました。こんなことある？私この日のためにデートプラン全部計画してたのに台無しやねんけど。一旦家に帰って動画撮りたいと思います。あのさ、もうどういう状況？もう帰ってきた瞬間雨降ってくるし、なんなの？たった今帰ってきたんだけど、もう最近の韓国いろいろ変化しすぎやねんけど、 MBTI で振られるってもう何？どんな時代だよ本当。今の韓国変化してることあまりにも多いから、この流れで今韓国で変わってることをまとめたので共有しちゃっても大丈夫そう？ OK、 マミアイシャドウ後で塗って。よし、まずさっきも話した MBTI なんだけど、今韓国 MBTI が浸透しすぎて、人をタイプ別に分けて性格を決めつけるっていう風潮に変わってきてるの。最近みんなも何かと TikTok、X とかで MBTI って見ると思うんだけど、この MBTI っていうのは何かっていうと、性格を16個のタイプ別に分けて、その人がどういう人なのかアルファベット4文字で表した性格診断のことなんだけど、俺がガチで当たりすぎて、韓国では初対面の時血液型聞かないで必ず MBTI を最初に聞くの。もう韓国これ一般化しすぎて、5年配の方も MBTI の話してるし、 K-POP アイドルの歌詞に当たり前のように MBTI の話入ってくるし、会社の履歴書とかにも当たり前のように MBTI 書く欄があったり、そのくらい MBTI に対しての信用度が高いわけ、この国では。で、今やっと日本でも MBTI 浸透してるんだけど、韓国はもう一般化しすぎちゃって、恋愛するとき自分に合わない MBTI だったらもうその場で別れるっていうケースがめっちゃ増えてて、まさかとは思ったけど、私もその一人になってしまったわけね。ちなみに私の MBTI は ESFP エンターテイナーって言って、16個ある MBTI のうち一番テンションが高い、もうなんなら芸能人とか YouTuber によくあるタイプで、性格も一番いいって出るの。でもこんなうちらでも嫌いな人はいて、静かな人を好む人はマジでうちらみたいなタイプ拒絶するわけで、今回会った人も自分は静かな人がいいみたいな、元彼が俺と同じ ESFP でクソほど性格が合わなかったから MBTI 的に会えないかもって言われて、俺意味のわからない MBTI で振られたの。もうなんなの。昔はさ、人をタイプで分けるとかなかったからさ、普通に好きだったら好きでいいじゃん。何が、あ、元彼と MBTI 同じなんで会えませんだよ。俺は元彼じゃねえんだ、性格も違うんだ。ちょ、もうこの際だから全国民を代表させて言わせてください。いきます。アルファベット4文字で決めつけんな。続いて今韓国で変化してること2つ目なんですけど、これは今見てるみんなが得すること。なんと来月から韓国来た皆様、交通機関乗り放題になるの。今までみんな韓国来たら交通カードっていうカードにお金チャージして利用してたと思うんだけど、あれさ、もう気づいたら一瞬でお金なくなってない？その度改札でチャージしてさ、それがもうなくなるの。うちらってさ、オタクじゃん。だからもう必然的に韓国来たら交通費バカ飛ぶんだけど、もう乗り放題制度に変わって死ぬほど得する時代になったの。これ外国人しか使えない M パスっていうカードがあれば可能で、1日券が1500円、5日間で2000円っていう、もう長く韓国に滞在すればするほど乗り放題にする方が圧倒的に得するんよ。しかもこれ外国人しか使えない制度で、現地に住んでる韓国人は使えないの。やばくない？外国人だけ乗り放題。ロンドンとかパリで観光客向けの乗り放題カードっていうのが導入されているっていうことから韓国も導入始めたらしいんだけど、今韓国それくらい外国人観光客に向けたサービスに死ぬほど力入れてて、大統領も変わって、これからみんなが韓国来た時にもっと安心して楽しく旅行ができるように少しずつだけど変わってきてるんよ。ほんで今韓国で変化してること3つ目は、アメニティが有料
みんな韓国来た時気をつけないといけないことなんだけど、なんと今年から韓国ホテルとかで無料で提供されてたアメニティ、これ全部有料になるの。っていうのもここ最近観光客さんがめちゃくちゃ増えてきて、無料で提供されるアメニティを転売サイトで売ってお金を稼いでるっていう人がめちゃくちゃ増えてるのね。それを防ぐために今年から韓国法律が変わって、客室50個を超えるホテルでは無料アメニティの提供が禁止になったの。対象のアメニティがこれみんながよく使ってたあれなの。歯ブラシ、歯磨き粉、カミソリ、シャンプー、ほんでリンス、もう全部やん。必要の場合はまあ有料でだいたい3000ウォン、300円くらいで購入可能なんだけど、場合によっては購入できなくてパニックになることもあるから、できれば皆様韓国来る際は自分でアメニティを用意する、もしくはお近くのダイソーでご購入いただくっていうことをおすすめいたします。ほんで今韓国で変化してること4つ目が、流行スイーツがなくなった。皆様韓国と言ったらね、日本のメディアとかでもさ、今韓国で話題のスイーツとかってよく言うじゃないですか。でもあれもう韓国でそういう概念ないの。っていうのも韓国って昔はね、そうですよ、映えスイーツ、タルギボンボンとかさ、もうめちゃくちゃ映えのスイーツっていうのがすごい流行ってたんだけど、今ね韓国来るでしょ、ほぼないですって。っていうのも今韓国って健康意識がめちゃくちゃ高くて、健康的な食品の方が爆売れするんだよね。その理由がまあ韓国って外見至上主義って言われてんじゃん。そのくらい外見がすごい重要な国だから、私もさ去年ダイエットしてボディープロフィールっていうところで写真撮ったみたいに、自分の体型を可愛く維持するために頑張ってる人がここ最近めちゃくちゃ増えてきたの。そういう背景があって、昔はさもうすごい映えスイーツっていうのが流行ってたんだけど、もう最近みんなスイーツとか食べないで、うちらはみんなダイエット頑張ってんだ。だから皆さん韓国来てみてください。昔はねレインボーケーキとかもう映えスイーツが看板めちゃくちゃあったんだけど、もう一切なくなりました。だから今韓国でスイーツ何が流行ってるとかなくて、もう新大久保行ってやっとわかるわけね。なので皆様韓国と言ったら映えスイーツと思って期待を込めて韓国来ても、あのレインボーケーキとか映えスイーツっていうのはほとんど消えているので、あまり期待しないで来てください。あ、てかみんなちょっと聞いて、私前の動画でネットフリックスで放送されてる脱出を独り占めシーズン4に応募したっていう話したと思うんだけど、もうその番組に出たら一瞬で韓国のセレブになれるし、もうこんな情けないチャンネルが一瞬でスーパーキラキラ筋肉イケオジチャンネルに変わるっていう、もうその番組に出たら人生が変わるんよ。私これガチで応募したので、この番組に出演するためには顔だけじゃなくてガタイも良くないといけなくて、私これエントリーするために1ヶ月で5キロも落として体鍛えて、写真スタジオも借りて、俺わざわざエントリー用の動画も撮ったわけで、これ実は先日結果が出まして、もういろんな人からさ、秋丸あの後脱出を独り占めどうなったのって DM いただいておりまして、本日やっとこれお話できます。まずはこちらをご覧ください。はい、今ちょっと夜なんですけど、本日脱出を独り占め合格者の発表日でございます。本来であれば本日中に電話もしくはメールで発表が届くらしいんですけど、なんかエラーがあるのかな、全然届かなくて、ただいまの時刻が午後、もうやだやめてよ福吉、もう落ちてこないで。ただいまの時刻が11時40分なんですけれども、あと20分あるので、頑張って待っていきたいと思います。まだ20分あるからね、大丈夫だよ、大丈夫、私大丈夫、大丈夫大丈夫大丈夫。待って、お守りどこ行った？はい、今もう少しで12時になる、あと1分なんだけどね、本当にお願い、なんとかやって、お願い、絶対に合格しないとダメなんだから。あと5、4、3、やだ、2、やだ、1、やだー。え、待って、これちょっとどういうこと、日付超えてるくない？え、何、もうやだ、どういうこと、わかんない、どういうこと、え、落ちた、え、落ちた、え、これ落ちたってこと、え、待って、これもしかしてサイレントお祈り、そんなの絶対無理だよ。ちょっと待って、さすがに書類落ちはやばい。ちょっと多分何かしらのエラーだと思うので、引き続きちょっと結果発表を待っていきたいと思います。この動画から数日経ったのですが、未だ連絡は届いておりません。ちょっと
待ってねえ、やだ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 、脱出を独り占めしたい。私この日のために死ぬほど努力したのに、まさかの書類落ち。いや、ダサすぎだろ。俺も恥ずかしくて動画撮れねえよ。この日のためにめちゃくちゃ好きだった砂場のケーキも我慢して、みんなから誘われてたお酒も全部断って、1日4時間ジムに監禁されて体鍛えてさ、俺もあの1ヶ月何だったの。待って、私めっちゃイメトレしてたんだけど。 YouTuber で活動しています、木場山光一郎と言います。日本で長く生活してて日本語が喋れるっていうのが自分の特技で、あとは笑った時に見えるこの銀歯です。よろしくお願いします。これやりたかったのによ。ちょっと待って、本当にごめんなさい。脱出を独り占めのプロデューサーの方、この動画もし見てたらマジで一枠空いてたらでいいんで、脱出を独り占めで働かせてください。そうだ、ちょっとみんな聞いて。私って関西国際空港のトイレで BTS に会ったり、俳優チェ・ジョンヒョクさんとなんと2回も飛行機同じだったり、普段運ない割には芸能人の遭遇率は鬼高いのね。で、今私ここ韓国のハンナムっていうところに住んでるんだけど、もうここ芸能人とか YouTuber がたくさん住んでるエリアだから、街歩いてたら芸能人の遭遇率えぐいんよ。私家の近くにブルーボトルカフェ、そう日本のやつ、そこよく行くんだけど、この前普通に友達とそこに行ったんよ。で、最初うちらしかお客さんいなかったんだけど、え、顔のサイズ大豆ですかっていうくらい小さい顔でめっちゃスタイルいい女性がうちらの横の横の席に座ったのよ。マスクしてたんだけども、とにかくオーラがすごくて綺麗やなーって思ってたんだけど、うちらそんなことよりも友達が前歯臭いっていうのがすごい悩みで、それについて真剣に話し合ってたからあんま気にしてなかったのね。したっけ、その女性の席にお待たせーみたいな友達の方がいらっしゃって、二人で楽しく会話されてたんだけど、私の友達がね、急に、おいおい、ちょっと待って、横見ろって言ってきて、横見たんよ。したっけ、オーラのすごい女性がマスク取ってて、ちゃんと見たら、なんとね、TWICE のジヒョさんだったの。やばい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 、世界的大スター、やばくない。このカフェに彼女と俺らしかいないから、もうこれ死者誤入したら TWICE とお茶してるっていうこと、もうどういう状況みたいな。興奮すると同時に、俺ら今世界的大スターの前で前歯臭いっていう話してたんだよ。もういい加減にして。前歯臭い話してたっていう羞恥心が一気に湧いてきて、もう感情が一生忙しいわけ。だからもううちら口角は頬まで上がってるし、心の中で一生辞表叫んでたんだけど、プライベートだからさ、そっとその席離れて、カフェ出た瞬間友達と、うわー、え、ちょっと待って、え、待って、俺 TWICE 見たよね、え、よろしくお願いします、みたいな、もう一生アラビア語話してて、もうね、生のジヒョ様オーラがマジでヤバくて、もう BTS 様見た時と同じ感覚、なんかもう一瞬時が止まんの。マジでフラワーコミックスとかチャオ見たらドキみたいな心臓が止まる少女漫画のよくあるシーンあるやん。もうそれガチでそれなんよ。で、その後またカフェ覗きに行ったら、まだジヒョ様いらっしゃって、結構人いて、みんなに絶対バレてるのにマスクしないで普通にコーヒーたしなんでて、最近は芸能人でもマスクしないで自由に暮らしてるんやなって思って。で、私ジヒョ様と遭遇しただけでもお腹いっぱいなのに、なんと私またもや大物芸能人に会っちゃったわけ。私ジム通ってるんだけど、引っ越したからさ、新しいジムに通わないといけなくて、マンションの1階にジムがあるんだけど、まさかの私のお隣の部屋の人がこのジム運営してて、仲はいいんだけどさ、なんかちょっと気まずいじゃん、毎日監視されてる感じがして。そのジム辞めて違うとこ見つけたからさ、そこに会員登録しに行ったので、ビルの屋上にあるって地図に出てきて、そこ行ったら受付に電話の受話器が1個置いてあって、ご用の際はここへみたいな、え、あの俺営業しに来たみたいな。で、とりあえず電話してさ、あ、お世話になっております、あの会員登録しに来た木場山光一郎と申しますって言ったら、中入ってきてくださいって言われて、中入ったらなんか男性の方がトレーニング受けてて、あれ、なんか見たことある顔だなって思って、まあ普通に手続きしようと思ってたら、スタッフの方が出てきて、あ、こんにちは、会員登録ですよね、うん、どなたのご紹介で来られましたか
って言われて、え、ご紹介、いやいや、あの地図に出てきて家が近かったんでここ来たんですけどって言ったら、あー、ちょっとここのジム紹介制で紹介がないと入れないですって言われて、いや、なんなんそれ、うちらがジムを選ぶんじゃなくてジムが人を選ぶっていう、もうどんなジムやねんみたいな、それやったら前もって言ってくださいよみたいなきつめに言って、ふてくされてそのジム出たんだけど、私と同じ経験した人いるかなと思ってそのジムのレビュー見てたら、なんとね、そこのジム、芸能人しか通えないジムだったの。ほんで、私が行った時、トレーニング受けてたあの男性、まさかの、ビッグバンドメンバーだったの。やばい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 。ビッグバン、そりゃ紹介制じゃないと入れませんわな。もう今すぐにでもふてくされてた自分ぶん殴りたくて、もうカフェ行ったらトゥワイス、ジム行ったらビッグバン、あの、今私ヤバいとこ住んでますということで、今日も見てくださって本当にありがとうございました。キバルンのおかげで元気出たよっていう方はですね、チャンネル登録と高評価、この2つよろしくお願いいたします。あと、いつもコメントありがとうございます。全部見てスクショして元気いただいておりますので、もしよかったらコメントも書いてくださったら嬉しいと思います。あと、僕インスタグラムと X やっております。こちらの方でも韓国情報をお届けしておりますので、どちらか2つ適当にチェックレー。ということで、芸能人が集まるここハンナムで一番光るジャガイモになれるように、私の方から幸をお届けさせていただきたいと思います。いきますよ、せーの、あ、幸あれ。今週もお疲れ様。